はい、ご苦労様です、テレビ記者会見を始めたいと思います。今日は皆さんの手元に、あらかじめ用意しているのは2つございまして、1つは中身新事故第三権益主張会のインドケララ州における産業技術展への参加に伴う私の訪印ということでございます。まあ、お手元にお配りしているように、1月30日から2月の3日までの予定で、でございます。でこれはもう昨年でしたか、ケララ州とこの中身大山、新宿大山県域のMOU の締結というのがございましたが、あれからほぼ1年経ったというところで、かねてからさまざまな交流をということで、特に、経済交流というのをしっかりと交流をしていこうという話でございました。その中でこの、ケララ州内で開かれる、物産展、技術産業技術展に、ぜひ我々県域の企業も出展をということで、合わせてこの県域全体の PR もしていきたいということでございます。まあ今回はケララ州内のコチ市で開催されるこの産業技術展ですが、2月の2日から4日までの3日間開催されます。今回は県域内の企業が4社これに参加するということでございまして、まあ、展示コーナー結構広いコーナーを設けていただいておりますので、この県域とケララ州とのこれまでの交流の経過との紹介と、それから、まあ、この中身新宿県のさまざまな紹介、そしてお互いに湖や海に面しているというようなことをはじめですね、IT 産業あるいは農業、漁業、観光、まあ、産業面でも共通の部分が多いというところをですね、しっかりとアピールしていきたいと思っております。産院の技術力でインドの課題を克服するということで、まあ、JICA 関連の事業、いよいよ具体になりつつあるところですので、そういったところをしっかりと、2面の方に覚書調印を契機としたその後の経済文化学術の交流について括弧2のところでまとめています。まあ、JICA の事業で産業廃棄物ごみ処理技術の調査事業が開始したということ、それからこの Rubyプログラミング言語 Ruby をテーマにした IT 交流が盛んになってきておりまして、現在ケララ州の IT エンジニアあるいは理工系の大学生が11人が来日しております。先般もこの試着者の4人でしたかね、訪れてくれました。まあ、それぞれの市町会全域のそれぞれ県域内の IT 会社でインターンシップが行われるということで、まあ、具体の取り組み、それからもう一つ物理分野の研究で高知理工大学と島根大学が覚書を締結し、またさらにその連携を深めていくという話もございます。いずれにしてもまだまだいろんな形でできる発展していくところですが、印日商工会議所が、商工会議所ケララ、これが国際ルビー研修センター、まあ、これもケララ州の内に開設を予定していると、さまざまな分野でのさらにその交流が深まるように、まあ、今回、しっかりとまた交流の輪を深めていきたいと思っています。それから2点目ですけど、優しい移行連携成果発表会というのが、カフレ交流会と銘打って、うらら館で、来たる2月25日13時から展示、13時30分からシンポジウム交流会を開催するということで、まあ、パンフレットをお手元にお配りしておりますけれども、
かねて移行連携ということで、さまざまな企業と島根大学との共同研究等をやってまいりましたけれども、その成果が徐々に見えつつあると。でその製品の一部が実用化したというところを契機にですね、こういったつながりをさらに広げていこうということで、交流会等も企画しているところでございました。ぜひしっかりと取材をしていただけたらと。すでに実用化されたものは以前も紹介したかもしれませんが、夜間 の, その巡回看護の時の、ハンズフリー LED ライトという、向きによって光も変えたりいろんなことができるもの、それからこれは採血用の台、折りたたみ式の採血台というのが、これが非常に好評でありまして、すでに実用化進んでいます。そういったものも含めてですね、まだまだこれからさまざまな取り組みをしていこうという交流会が開催されるということでございますので、ぜひ取材をしていただけたらと思います。それから2月の行事予定、いろいろ書いておりますけれども、7日火曜日、2月7日ですか、夢トークということで、若い皆さんやいろんな方のとの意見交換会、今回は出雲医療看護専門学校の学生の皆さんとの意見交換をやりたいと思っています。それから12日、これは NHK が主催します、 NHK 松江放送局さんですが、ドスコイフェスタという前の海で企画をちゃんこの目が振り回れるという催しもございます。それからその前にですね、国引きマラソン、これが今年は過去最大の登録選手申し込み者数ということで、3384名の申し込みがありました。でこの中では例年ですけれども、特別招待選手としてパナソニック女子陸上競技部からは、2人の選手、山崎さん、阿部さん、青学のこの間出雲駅伝優勝、箱根優勝した青学からはですね、安藤選手、出雲でも5区を走り、箱根でも10区を走った選手であります。それから秋山選手、これが箱根の3区、安藤さんも秋山さんも箱根では区間賞、出雲駅伝と箱根か、区間賞を取った選手、それに加えて内田選手という3名の選手が青山学院からは参加してくれる。それから中国電力の陸上競技部からは石川選手と田子選手のお二人が参加してくれます。これが特別招待選手でございますが、その他に、韓国から山岳マラソン連盟の皆さんが31名参加することになっております。境港からこのマラソンに参加するためにお出になって、走った後すぐまた帰るという、ハードな日程ですけれども、そういった皆さんが31名お越しになるというようなところが少し、珍しいところかなと思っております。以上が私の話です。本部での運営について何かご質問とございましたらよろしくお願いします。何かございませんでしょうか。団長進行です。今日は団長として行かれるんですか。代表という形だったですね。それで経済界の方が一応この今回の団長と、二段構えで、一言はもう一回意気込みというか、一番こういうところを PR していきたいということと、どういう成果を得ていきたいかというところを一度お願いします。はい、縁あってケララ州という、インドの中でも最南西南端の州と交流ができるような、さっき一部紹介したように、こう似たような風景といいますか、海
アラビア海ですけど、その海と、まあ、私ども日本海、そして湖が水の都みたいな、そういう雰囲気がですね、よく似ているということと、まあ、お互いに観光都市といいますか、まあ、ケララ州の場合はインドの中でも別荘地というか避暑地というか、多くの観光客が長期滞在されるような仕組みができております。まあ、そういったところもしっかりと、していきたいと思っておりますが、その一次産業ですね、農業、漁業で豊富なその海の幸というのを、相当大量にその水揚げしておられますけど、その後の部分がですね、少しまたいろんな形でお手伝いできるんじゃないかと、これ前回行った時もそういう思いがしたところです。まあ、そういう意味ではまだまだいろんな形で広がっていくだろうと思いますし、今JICA の事業で、具体にもう3年4年目に入りますか、取り組んでおられる2社いずれも、具体のところにですね、着実に前進しておられますので、まあ、これを契機にさらにこう幅広い分野での交流ができればと思っております。他にございませんでしょうか。よろしいでしょうか。では、その他の項目でも結構でした。はい。営業庁の審議というの方針というのは何ですか。最終的な地元の意向というのを本当はまだですね、跡地利用についてはまだ跡地利用の関係ですね。方針というのはその跡地利用の話ではないということですか。解体は決定、解体はもうスケジュール通りやることになってますが、問題はその後ですね、どうするかという。スケジュール通りというのはいつ解体、新年度解体で、それ以後、まあ、その年度に入ったらすぐ、すぐかどうか分かりませんけど、少なくとも新年度事業で、やるという話で進んでおります。すべて解体、すべてというのはその建物を残さないという意味での、はい、それはそうです。土地利用については来年度協議して、引き続き地元といろんな話をさせていただいてますので、いずれまた答えが出るんじゃないかと思ってます。まだ、解体でなくて利用したいという声もあるようなんですが。そうですね、そういう声は聞いておりますけど、多くの皆さんの声かどうかは別としてですね。わかりました。よろしいでしょうか。他にございませんでしょうか。どうぞ。産経新聞です。トランプ大統領が TPP 離脱について大統領で署名しましたけれども、去年の秋に市長がアメリカに行かれた時の何となく危機感があったのかどうかと、あと今現状その TPP 離脱するというふうな流れになって、いずれもしも製造業であるとか農業であるとか、まあ、いろいろ影響も大なり小なりあると思うんですけれども、市長の懸念であるとか今どういうふうに考えられているのかお願いします。まあ、昨年訪米した時にはですね、まあ、いろんな皆さんの話も個人的には聞きましたけど、まだ時点で、どっちがどうとか、まあ、そのある種懸念の部分も聞きましたけれども、まあ、期待もあったにしてもですね、おそらく時点では皆さんこの結果というのは想定していなかったんじゃないかと。で、まあ、就任式も終わり、いよいよ具体の執務に入ってくる中で、かねて約束していたものを、まあ、TPP の関係というのはもう明確に打ち出したところですけれども、今のトランプ大統領がその世界、アメリカの経済も含めてですね、世界の
さまざまなものをどこまで認識してそういう発言なさっているのか、あるいは彼のブレーンと言われる人たちがですね、どういう考えでというのが、分かりにくい部分もありますし、これから各国のとのその外交の中でですね、いろんなものがだんだん、見えてくるんじゃないかと思っております。今当面は見守るしかないなということと、それからこの地域経済に与える影響という点では、いろんな影響は想定されますが、この間も市内企業の特に輸出関連の皆さんともいろんな話をしましたが、皆さんも今当面そのどうこうという話にはならんだろうと、しばらく見守るしかないなということですので、これからの発言、具体のさまざまな対応等をしっかりと見極めながらですね、やっていくしかないなと、今すぐどうこうという話にはならないだろうと思っています。他にございませんでしょうか。どうぞ。飯南町とかですね、それから大きいじゃないわ、大きい町か、鳥取県の、市長選において無選挙、首長選において無選挙だったわけですけども、無選挙に関してですね、一言コメントいただければ。無選挙というのは、選挙はないというのだが、選挙はあるけれども無投票だったという話でした。無選挙というのは選挙はない。基本的にはこの民主主義の世の中ですね、やはり選挙というのは4年に1回の、特に区長選等では市民の皆さんがいろんなものを判断できる、唯一とも言いませんが機会ですので、それぞれ市民の皆さんがお持ちの投票権を行使できないという状況というのは必ずしも好ましくないということは言えると思います。はい、ありがとうございます。その他にございませんでしょうか。よろしいでしょうか。そうしますと、今回の定例記者会見の方を終了させていただきますので、ありがとうございました。ご苦労さんでした。